宇宙世紀00792月31日、ジオン公国と地球連邦政府による人類史上最大の争いは、ジオン公国軍の最終防衛ラインである宇宙要塞アバオアクーにて最後の激戦を迎えていた。ジオン公国の若き盛んエリク・ブランケ少佐は、熾烈なる戦場の中を愛機ゲルググで駆けながら、ある福音を待ち続ける。水天の涙作戦、それはジオン公国と地球連邦の優位性を覆しうる可能性を秘めた一大地球強襲作戦。特務部隊インビジブルナイツこそがこの作戦を完遂すべく結成された部隊であり、それを率いるのはエリク・ブランケ少佐であった。そして彼は豪華に燃え上がるアバオアクーの戦場の中にその身を投じながらも、ただ水天の涙作戦による勝利の福音を待ち続けていた。だが膨大に膨れ上がる戦闘の光は戦局を予期せぬ方向へと傾けていく。ギレンザビ総帥の死、司令部を失ったジオン軍はこれを機に指揮系統が乱れ、連邦軍に最後の進撃をかける機会を与えてしまう。敗色は多くの時を待たずしてその濃度を増し、前線部隊には戦線離脱の兆しも見え始めた頃、戦闘の光が減った。何があった？何でしょうか？爆発の光が減っているぞ。あのミノフスキー粒子が濃くて通信が繋がらないんです。終局を迎えつつあるアバオアクー、命が消える輝きもまばらとなった戦場からは、月と地球が共に連なり太陽へ寄り添う姿が見えていた。そしてその月面にはマスドライバー施設の射出バレルが太陽光に反射して輝いている。水天の涙作戦は実行されたのだろうか。地球が憎くて落とすわけじゃない。分かってくれ。やがてアバオアクーは陥落し、一年戦争と呼ばれる大戦は月面都市グラナダでの終戦協定調印を経て、地球連邦政府の勝利により終結。エリク・ブランケ少佐は唯一任されていた水天の涙作戦の遂行にも参加できず、そして一時に託された仮の戦場を守り抜くことさえもかなわず、彼が開戦前より焦がし続けてきた真の自由への熱情はスペースノイド独立という誇りへ生まれ変わることもないまま、屈辱の泥にまみれた。時は流れ、宇宙世紀00081、偽りの平和の鐘が鳴るその裏で、戦いの豪華はなおも世界を赤く染め上げていた。先の大戦中に地球へと降下したジオンの残党たちが、地球連邦とジオン共和国との協定が偽りであると断じ、世界各地で散発的なゲリラ戦を開始。これに対し連邦軍はジオン残党を根絶すべく活動を再開するも、大戦後の人材不足による急速な軍縮を迫られ、その結果ジオン残党の後手に回る失態を犯し続けた。この局面を打開するべく、連邦軍はゲリラ掃討を主任務とする遊撃特務部隊ファントムスイープ隊を設立。その隊長として41号作戦の英雄ユングクーロ大尉を任命し、ジオン残党の殲滅任務に就かせた。ファントムスイープ隊とインビジブルナイツ、今なおくすぶる火種の中で両者の運命が引き合う時、偽りの平和に隠された新たな戦いの火蓋が今切って落とされた。砂漠の風作戦以降、
ジオン残党の動きは激化の一途をたどっていた。世界各地における連邦軍基地への同時多発的な強襲作戦、物資強奪が主な目的と考えられる一連の動きについて、連邦軍は後の大規模反攻作戦に備えての行動と判断、そしてさらに新たな問題があらわとなっていく。軍に潜伏していると思われる内通者の存在、砂漠の風作戦における敵残党部隊の待ち伏せの他にも、公にはされていなかった兵器開発工場への襲撃、そして試験旅客機体イフリートナハトの計画的な強奪、これら立て続けに発生した軍の機密事項の漏洩は、連邦軍内部に内通者の存在を確定させる十分な要因となった。これを受けて連邦軍は早急にその調査を進めていく。一方、イフリートナハトの強奪こそ許したものの、結果的に基地防衛を成し遂げたファントムスイープ隊は、その後もジオンの残党によるゲリラ活動の殲滅に奔走していた。わずかな休息すら許されない連戦の最中、ユーム・クールはトゲ付きの影をひたすら追い続ける。オデッサ基地での失態はファントムスイープ隊に情報がなかった上でのことだった。彼自身に強奪されたことへの責任を追及されることはなかったが、ユームはあのトゲ付きとの戦い以降、決してあの機体を野放しにできないという異譜とも言うべき異常な脅威を感じ取っていた。軍内部の情報漏洩と今なお捕捉すらかなわぬトゲ付きの存在、そういった脳裏に焼き付く不安を拭いきれぬままのファントムスイープ隊に新たな命令が下される。南アジア地方に位置する密林地帯、そこにあるジオン残党の生命線ともいえる敵拠点の殲滅任務、一方大規模な反攻作戦水天の涙作戦を決行すべく、インビジブルナイツもまたその密林の戦地へと出撃を開始。ユーグ・クーロとエリク・ブランケ、二人の男が己の信念と誇りをかけて今再び激突する。宇宙世紀 0081 8月4日、一鉢丸々を過ぎた。しかし北米オーガスタに星が降り注ぐことはなかった。何も起こらない。嘘でしょ。どうして落ちてこない。まさか月の舞台に何か。そんな、こんなことって。まだ信じて戦ってる人たちがいるのに、アイヒマン大佐は何のために。フィリーネ、撤退の信号弾だけは撃っておいてくれ。でもエリク隊長、水天の涙作戦は失敗したんだ。水天の涙作戦、月のマスドライバーを使用したルナチタニウムを含む重金属で組成された大質量弾による地球への直接攻撃、常に月から地上を狙える状況を作ることで、地球連邦政府と交渉の席を設け、スペースノイドの独立を認めさせる計画。インビジブルナイツにはその瞬間が目前に迫ったかに見えた。だが彼らとその同胞たちが地上で奮戦していた頃、月のマスドライバーを占拠するジオン残党は絶望的状況にあった。月面の連邦軍部隊の攻撃により部隊は壊滅、戦力と呼べるものはほとんど残らず、オーガスタ基地での攻防戦の裏側で作戦の要である月からの質量弾発射は事実上不可能な状態に陥っていたのだった。辛酸を舐め尽くし、生き恥をさらし、
ついに今日を迎えたインビジブルナイツだったが、彼らの希望は空から飛来することはなく、すべてが無双の中に消えた。そしてタチアナさんも戻ってこない。どうして？取れない事情があるのか、あるいはタチアナが裏切るはずはない。一年戦争終結間際、地球連邦軍へと潜入し、作戦終了後には彼らとの合流を約束していた彼女タチアナ・デーアもまた帰ってくることはなかった。エリック・ブランケ少佐率いるインビジブルナイツを乗せた HLV は、水天の涙作戦を成就させるべく空へと上がった。エリック・ブランケが兄として、そして姉として慕ったかけがえのない兄弟の犠牲と引き換えに、その悲劇は同時にエリックたちから離れた場所でも一人の女性がいなくなったことを意味していた。あのモビルスーツは本当にシェリー中尉だったのか？あの人は確かにスパイだったかもしれないけど、ちゃんとファントムスイープ隊の一員だったんですよ。そうでなきゃ隊長をかばったりなんか。そういう大事なことに気づくのはどうしていつも失った後なんだろうな。なんだっていいじゃないですか。今はただ悲しんでやれば。吐き出しようもない悲哀の念に打ちひしがれる中、ファントムスイープ隊は再びオーガスタ基地へと向かう。オーガスタ基地へと戻ったファントムスイープ隊の目の前には、思いもよらない勇士が待ち構えていた。準ホワイトベース級強襲揚陸艦サラブレッド。かつて一年戦争時にガンダム4号機と5号機を搭載し、第16独立戦隊の機関として活躍した船である。そして遊具空路にはガンダム7号機が受領され、ファントムスイープ隊もまた新たな残党軍追討と作戦阻止のために空へと上がる。部下殺しの英雄、過去の作戦による負の呪縛に囚われ続ける遊具空路は、その戦いの果てに何を見出すのか。ファントムスイープ隊隊長ユーム・クール、インビジブルナイツ隊長エリック・ブランケ、己の信念と誇りをかけた二人の男たちが今、怨恨に満ちた空で再び愛まみえようとしていた。ファントムスイープ隊の任務は、質量弾の射出を許すという形で幕を閉じた。マオリアン少佐の起点により行われたメガ粒子砲によるマスドライバー終端部へのピンポイント攻撃は、着弾こそしたものの質量弾の射出を食い止めるには至らなかった。長い尾をたなびかせて地球へと飛翔する質量弾、インビジブルナイツは脱出用のスペースランチからそれを見届けていた。それは彼らの存在意義が果たされた瞬間でもあった。だが多くの同胞たちを犠牲にして完遂した今作戦にどれほどの価値があったのか、今はただ地球を目指す彗星の軌跡にスペースノイドの自由を託すことしかできなかった。一方、拘束されたエリック・ブランケは軍事裁判にかけられた。旧ジオン公国軍の装備占有および大戦終結以降の度重なるテロ行為により極刑が宣告される。彼の判決は刑執行前に
一部のジオン残党に漏洩していたというが、その真意は定かではない。ただ確かなことは、その後の歴史においてエリク・ブランケの名を見ることはなかった事実のみである。そしてシェリー、ユーム隊長、本当に無事だったんだな。シェリー、月からの祈祷中に聞かされた時は驚いたよ。私もまたこうして隊長に会えるなんて思っていませんでした。私は死亡認定された身ですから。そうだったのか。月のことは聞きました。これでよかったと思います。いえ、これこそが最良の結果だったんです。そうか、そうだな。あの隊長、ヒュー中尉は？ああ、あれから随分と元気になったよ。退院まではあと少しかかるそうだが、早く隊に復帰したいって騒いでる。よかった、元気そうで。そろそろ時間ですね。ああ、射出された質量弾は終端部の爆発の影響で軌道を少しだけ変化させ、オーガスタには落ちることなく地球を今まで周回し、重力に引かれ砕けて、そして本物の水天の涙になった。私たちのやってきたことは無駄ではなかったんです。この夜空を見上げた人々が何を思い何を願うのか、それが大事だったんですから。戦後の夜空に降り注ぐ無数の流星、人の手によって放たれた作り物の流れ星、それは人類がまだ空に上がる前の時代のように、今を生きる人々の希望となれただろうか。散り散りに砕け散った質量弾の破片は青い夜空をかける星屑の雨となり、いつまでも輝き続けていた。そう、人々が願いを託す水天の涙として、時に宇宙世紀0081水天の涙と呼ばれた作戦は、多くの人々に見守られる中終わりを迎えた。